レジェンドです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ジャイをやっていきたいと思います。でこのジャイなんですけどね、結構見た感じ、ネクネクトリトンっていうね強いカードぶっ詰めてるんですけど、この4枚ね、こっち、ディガーとサンスペを多分ね回すのがね非常に難しいんですね。なんで、そこら辺ね、どういう感じで手札を回していくのかね、まあそこら辺を、まあ見てもらえればなと思います。ということでね、一戦解説の一戦のマルチ行こうかなと思うので、二戦解説しようかな。クロスに対してもう若干難しいのって、まあ、エリゴレがあんまりないと思うし、ジャイミラーこれにボーフマックにね勝ったやつと、そうですね、あとはクロスかな。クロスかバルーンもワンチャンありますね。バルーンも結構いいので、体育が2枚しかないんでね、どんな感じでバルーンに勝つのかっていうのも見せていければなと思います。まずね、こっちかな。うん、で基本的にはネクロ温存で、ボーラーとか、ファルチューとかね、そこら辺のキング起動ができるユニットが来たら、逆サイドにユニットを展開したいですね。そうで、その、ファルチューとかね、ボーラーをその1体だけでね、こっちの陣地に呼び寄せてトリトンでキング起動するっていう、ね、まあ、場所とタイミングもあるので、そうですね、そこら辺も。あと、はい、一回ストップします。ボーラーとかに、ファルジェズが、なんだろう、トルネでまとめて処理する系のユニットには、こういうね、攻めトリトンがめちゃくちゃ有効です。こう引っ張ってくれるんで、そう、引っ張ってからダクネとかで処理すると、逆にね、ダクネとかを処理するカードがなくなるんですね。そうなんで、結構ね、いいですね。で、こういうのを、ネクロでね、しばいていきます。しばいて、ジャイと。で、トリトンですね。こういうのを引っ張るともうね、トルネで引っ張ってもどうしようもできなくなるんで、こうやってあとは、トリトンとネクロがやってくれるという感じでね。はい。で、あとはまた、ここら辺バルーンが来ても、まずダクネとかをね、出して、で、遠目とかにね、ネクロ出してあげて、本当はこのコウモリと一緒にフリーズかけられない位置に出したいんですけどね。まあ、フリーズかけられちゃったんですけど、まあ、守りきるのが大事ですね。そう。で、血剤。相手の今の、はい、血剤何でしたのっていうね、思う人もね、いるかと思うんですけど、バルーンとかをね、守った後は、相手は攻めカードがなくなるんですね。そう。なんで、こうやって後ろからね、ドラドラとかをね、裂かなきゃいけなくなるんで、一方的にこっちの、なんだろう、形作りのターンが作れるんですね。で、相手は守りのターンになってしまうっていう感じで、別にね、損はしない。攻めすぎない限りは損はしないし、ワンチャン得もするという感じでね。はい。なんで、こんな感じで、トリトンをつけます。で、まあ、守る。とりあえず守る。で、こういう感じで、はい。で、スペルとか2倍タイム入って、ジャイとね、トリトン、ダクネ、ネクロと、あと今、ザップを回してね、もうジャイが回ってるんですね。なんで、2コストね、スペルが2枚あるのと、結構ね、軽めだったり、重めだったりするけど、まあ、ユニットがね、まあ、コストが軽いですね、まあ、呪文の。なんで、結構2周目ジャイが回るんですよ。そうなんで、こういうところでね、ポンと。もう攻められたくないタイミングで、バルーン出したくね、出されたくねえな、みたいな。もうこれね、引っ張りまくって、パン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 パーンっていう感じで、もう別にこれは折れなくてもいいんで、たまたま折れたんですけどね。折れなくてもいいんで、最後、終盤はね、こうやってゴリゴリに攻めてあげて、相手の攻める時間をなくすっていうのが大事ですね。バルーンとかに関しては。基本的にはネクロンゾーンですね。キング起動できなかった、この位置。ちょっとこっちを、ハザードの方をね、見ていこうかなと思います。こっちはね、ちょっとキング起動だけ見てもらえればと思います。これ、4倍するか。キング起動だけ。こうやってボーラーとかを引き出したら、ボーラーに、弱いね。ネクロとかを逆サイドに出すんですよ。で、そうして、こうやってやって、で、こうやって来ますね。はい。で、はい。1倍にしますよ。この位置取ると覚えてください。この位置ですね。あ。はい。タワーが3マスあって、アリーナタワーが3マスあって、そのね、一番前のマスの2個隣ですね。一番前のマスの2個隣に、こうやってやると、ボーラーを引っ張って、キング起動します。はい。で、こういう感じで、別にね、2発バルーン食らってもいいんで、こういう感じでね、キング起動からの、はい、端前ジャイでね、もうぶち込みめり込みのね、端前ジャイでね、結構ワンパンできるんでね。で、これは良き良きなタイミングを見計らい、ザップ。はい、って感じで、もう、ワンパンマンですね、これで。はい。で、これ以降はもう流れで。っていう感じで、まあ、キング起動が大事ですね。うん。で、ボーラーとかファルチが入ってるのって基本バルーンかスケラなんで、そうですね。なんで、そういうのには、キング起動、ファルチも同じ位置でいきます。で、あと、
そうですね、この位置でいけるので、はい、最後に、ジャイミラーをやって、リップ解説めっちゃ久しぶりな気がするな。でもね、このデッキはね、特別にそのなんだろう、扱いが難しいなって自分が感じて、何百戦もねやらないと身につかなかったんで、ね、あんまり。ただデッキ自体は強いので、ちょっとぐらいね、あとネクネク自体が強いんで、ちょっとぐらいレベルが足りなくてもね、マルチとかでも使えるかなっていう印象がありますね。うん。で、基本的にはウッドとザップどっちも咲かなくて、俺は。で、なんでかっていうと、今ね、ネクロかダクネが強いんですよ。で、そうするとポイズンだけでね死なないんですよね。ポイズンザップかポイズンウッドで死ぬんですよ。そうだから、あとはね、ザップとかを先に咲いちゃうと、ワンチャンガゴムレとかいた時にね、あのガゴムレディガーとかでね、相手がねチンパンのギャンブル攻めをしてくるとワンパンされちゃうんですよね。はい、なんでまあ基本的にどっちもあったらウッドを裂きますね、俺は。別にバレーとか来てもザップだけで守れるし、ダメージは食らうけどね。あ、自己死がないから基本的にはザップを残します。はい、って感じで、まあね、トリトンを出していき、ジャイですね。で、これはもう引っ張るんで、はい、引っ張るんで、まあ防衛ポイズンですね。防衛ポイズン、別にここはね刺したいジャイじゃないんでね。で、ここはウッドバラーンと行っていき処理する。で、ここはもうね、相手の受けがね、ネクネクとかを出すと、相手の受けがね、なくなるんですよ。そう。あの、ネクロとかをね、受けれるカードが呪文しかなくなるんで、このままね、裸のままネクロを敵陣に行かせると、ウッドだけで処理されてしまうのって、こういうところでね、軽くディガを出して、もう、あの、嫌がらせですね。で、こうやってコスト咲かせるんですよね。はい。で、こうやってアドを取ります。3アドくらいですね。うん。で、こういう時に、再決済。ドン。攻め終わったらまた消し合いですね。で、ダクネをつけてあげて、あ、違う、これはトリトン、あ、違う、トリトンをつけて、で、このね、スケが2回、ネクロって、なんだっけ、何秒に1回だっけな、スケが湧くんで、この2回目のね、スケが湧くときに、トリトンとザッポーでこうやってパーンって打ってあげるとね、トリトンが誘拐するんですね。で、これで超大ダメージ与えるんで、で、これはもう1本折られるからしょうがないから、逆にね、ちゃんと守りすぎずに、ちゃんとダクネからこうやって処理していく。で、ジャイで蓋をしていき、またカウンターの形を作るって感じでね、無理に一本守らずに折られてもいいから、こういう強いカウンターの形を作るんですね。で、相手がさっきその右のね、キングターンにね、ポイズンを打ってたんで、なので今ネクネクを重ねて、もうポイズンがねない状態でのネクネクはマジ最強なんで、で、これはウッドでボローンとしていき、はい、って感じで GG ですね。あ、そうだ、まだ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 だった。はい、で、これでバーンという感じで、結構ね、いい感じにいけます。で、基本的にはね、どっちが、相手に対して、どっちのネクロが刺さるのかっていう、ね、ダークネクロが刺さるのか、ネクロが刺さるのかね、そこをね、見分けたいんですけど、ポイントとしては、その、なんだろうな、相手がボーラーとか、なんだろう、まあ、基本的にはダクネが刺さる相手が多いですね。ボムタワーとか、ボーラーとか、バルキリーとか、ゴーストとか、そこら辺を持ってるときは、ジャイネクロの形を作っても簡単にやられちゃうんですよ。そう、逆に、相手がね、ウィザードとかの場合は、ネクロの方がね、射程があるんでね、ジャイと重なってるとダクネが処理されちゃうんでいいんですけど、ネクロでいいんですけどね。大体の場合はね、ダクネとか、そういうボーラーとかね、ボムタワーとか、バルキリーとかにもね、大体ネクロ、ダクネが刺さるんで、だから逆にその相手がポイズンとかファイボを持ってる場合は、先にね、ケツ出しネクロをして、で、そこにね、ファイボとか打たしてから、まあ、その前にはジャイをつけずに、もう一回ね、ケツダクネからの始まりジャイとかをやって、相手が呪文ない状態で、ダクネに対するカードがないっていう状態で、ジャイを出してあげたりするとね、ワンパンできますという感じで、それを踏まえて、一戦いきたいと思います。これ勝ってね、7戦いって終わりたいですね。今、グロ20位なんで、勝ったら、まあ、12、3位ぐらいいける。スイッチボスはね、あれですね、エリゴレ。エリゴレだった。俺は覚えてる。ザップがいらないんでね、エリゴレに対しては。とりあえず切っていき、血剤ですね。エリゴラーにはね、あ、これあれだ。スパーキーだからウッドでよかった。捨てんの。もったいない。これやべえ。これやべえ。くー。終わったかもしれんなぁ、これは。トリトンで誘拐できることを祈ります。まあ、ネクマンを出していき、トリトン来た、誘拐できる。これは来たよ。これは熱い。これベチクソ熱いな。これめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、いい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 、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。
もう一発、もう一発ずつ。オーケー。あー、で、今ね、ザップを裂いてしまったんですね。なんで、スパーキーに対してはね、逆サイドを攻めると、エリゴレはね、先にガンガン攻められちゃうんですよ。ガンガン攻められちゃうんで、よいしょ。火力が高すぎんだな、こいつ。あ、しまいね、これ、8襟の攻めをしてきたんでね。これは防衛で出せるかな。でね、手札も整ってるんでね。スパーキー相手にはね、攻め取りトンが強いです。なぜなら引っ張ってくれるから。よいしょ。で、スパーキー、おや？よいしょ。おいしょ、一発センキュー。あ、これザップで炊き替えてもよかった。まあ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 、良いでしょ、良いでしょう。あー、でもね、ジャイがないからね、正直右攻めてもよかったかなっていう感じではあるんですけど、ここでね、多分ダクネを出すとスパーキーが来るんですね。なんで、まあ、出しちゃいますか。で、次ジャイですよ多分。はい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 。で、ダクネとトリトンつけて範囲被らないようにここら辺に出してあげます。で、ポイズンします。よいしょ、ポイズン。で、次のディガーで、はい、これね、ポイズンとディガーで2発で処理できるんで、ここまとめて打ってあげてね。はい、よいしょ、いい感じですよ。やばい、それはやばい。いや、でもこれは引っ張ってくれる後で。よいしょ、頼む、守ってくれ。これ守れば勝てる。来た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 、来ました、来た。勝ったか、勝ったか、来てしまったのか。俺の時代が、俺の時代がついに、ジャイでジャイでジャイで、え、イエーイ。こっちもいける、上来た、来ました。しー、グッドゲーム。はい、って感じでね、7-3、到達しまして、結構トロフィーもらいましたね。相手の人が取ると高かったんで、26ももらえて、14位ですね。結構8位ですね。ジャイでこんなに上がったのは初めてかな、俺。って感じなんですけどね。結構ローカルとかもね、結構3、4位ぐらいいってそう。うんうん、4位ですね。まあまあ、まずまずでしょうっていう感じでね。まあ、今後もね、シーズン終わるまではね、大体ほぼ生マルチかな。沼ってたらグラチャレの動画をね、あげると思うか、ボツになりまくったらね、グラチャレの動画あげると思うんですけど、基本生マルチだと思うんで、ね、楽しみに待っていてください。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、まあ、シーズンが終わったので、僕たちはね、なので、また夜中じゃなくて動画をね、夕方ぐらいに出す多分余裕はできたので、毎日ね、夜中じゃなくて夕方にね、上げていこうかなと思っています。なので、もしよければね、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは今日は終わります。バイバーイ。